全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。実は私、喋りがあまり得意ではありません。動画では流暢に話しているように見えますが、収録時はカミカミです。うちの動画の編集長である妻から、今日もたくさん噛んでたねなんて言われます。まあ、言い間違ったり噛んだりしたらもう一度言い直して編集で綺麗な動画にするのですが、噛まないに越したことはありません。また、私は声に抑揚がないのも直したいところです。私たち全国障害年金パートナーズは日本全国から依頼がありますので、お客さんとの打ち合わせの多くは電話になります。電話で話をするとなると声だけで情報を伝えなければなりません。何を話すかというのは専門家なので大丈夫なんですが、どのような声で話すかによって印象も変わってくるというものです。私たちの人柄や感情も電話でしっかりと伝えたいじゃないですか。そんなわけでボイストレーニングを受けることにしました。私が選んだのはナレーターやアナウンサーなんかも通う本格的なボイトレ教室です。週に1回30分、専任講師がマンツーマンで教えてくれるところです。自主練も毎日30分ほど行っていて、少しずつですが良い声が出せるようになってきました。ちなみにトレーニングの中でドッグブレスというのがあり、と呼吸を繰り返すものがあります。犬の呼吸みたいなのでドッグブレスというのですが、これが意外と大変です。外を歩くときにはマスクをしながらドッグブレスの練習をしているのですが、マスク姿の男が息を切らせてって言っているのはちょっと危ない感じです。周りの人に通報されない程度に頑張っていきます。そんなわけでちょっとずつ良い声になっていくので、今後の動画も期待してください。またうちのメンバーの山崎さんや小木島さんも私と同じようにボイトレに通っています。1年後には全国障害年金パートナーズは障害年金だけでなく声の良さも日本一になっているはずです。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。